しながらキスのチャンスを探したのは本気だったからさ。短い映画のようなあの季節はもう帰らない。ブラスの向こうにおどけた俺たち、知ってるのはウイスキー孤独だけさ。最高の天気になりましてですね、もう桜もですね、もう七分咲き八分咲きじゃないかなという気がします。でまたですね、今日まだずっと来週も天気がいいですので、もうね満開にね、火曜日か水曜日ぐらいになるんじゃないかなと思います。ということで改めまして、今日はですね花畑公園のですね桜祭りにやってまいりました。まあ一部の方はご存知と思いますけども、宮沢 A 型でーす。あーサンキュー、ね、お父さん何回か見ましたお父さん、ね、ということで、僕もですねもう気づいてみましたらもうこの業界32年になります。今年でですね、おかげさまであちらこちらからですねお呼びかかってですね、全国に行っております。ということで、今日もですね、朝だけがちょっとねスケジュールが空いてたということでですね、皆さんにお会いすることができましたね。皆さん、今から2時間でバーッとね矢沢ロック紹介しますので最後まで楽しんで帰ってください。よろしく。ではですね矢沢さんもですねもうデビューされて、そうですねキャロル時代から言いましたら40も2、3年になりますね。まあその中で、まあ、最初はですねまあテレビに出ないタレントさんだったんですけども、もうこれも皆さん覚えてらっしゃいますかね。もう25年前になりますよ。缶コーヒーですね、サラリーマン姿のスーツ姿の A ちゃんがね走るシーンで缶コーヒー参ったなということでね、あれから25年ですね。ということで、その時のですね、CM ソングとあとこれもですね、全然もうキャラと違います。 TBS のドラマに出まして、それもですねアリを研究するですね、教師役阿部亮太を演じました。アリオサラボンですね、同時にご紹介します。よろしく。Love
続ければクロールいきます。よろしく。